フェデリコ・ザンドメーネギはイタリアの印象派の画家である。当時、オーストリア領であったベネツィアで生まれた。祖父のルイージ・ザンドメーネギ、父親のピエトロは彫刻家であった。フェデリコは彫刻よりも絵画を好み、1856年にベネツィア美術アカデミーに入学し、ミラノの美術学校でも学んだ。1859年に、 オーストリア軍の兵士として招集されるのを逃れるためにベネツィアから逃亡し翌年イタリア独立を目指すジュゼッペ・ガリバルディの先人隊に加わろうとして収監されたりした1862年にフィレンツェに移りフィレンツェには5年間滞在しフランスのバルビゾン派の影響を受けたトスカーナの画家たちマッキア派の画家テレマコ・シニョリーニア・ジョバンに貼っており ジュゼッペアッパーティラと付き合い、野外での写生に加わった。1866年にベネツィアに戻った後、1871年にグリールモチアルディとズエッツォスと共にベネツィアで有望な若手画家として画家のモルメンティに評価された。1872年にローマに旅し、代表作の一つを制作した。1874年にパリに移り、その後は大半を、 パリで活動した。パリの印象派の画家たちと親しくなり、1879年の第4回印象派展から以降の印象派展に参加した。友人となったドガと同じように人物画を得意とした。女性を描いた人物画にはメアリー・カサットやピエール・オーギュストル・ノワールの作品の影響も見られた。収入を補うために雑誌の差し絵の仕事もしたが、 1890年代にパステル画で人気が出て、またアメリカの画商によってアメリカでの人気が高まり、画家としてある程度成功した。ありがとうございます。